ちょっと言い方を変えてみました。今回のゲーセンはハローズガーデン木更津です。千葉県です。その映像があるのでご覧ください。開いてる。ハウスは普通でここちょっとボロボロですね。危険なのでバチを振り回したり、これどっかで見たの、この張り紙。叩いたりしないでね。どこだっけな、これ結構レアですね。2月14日、日付こちら、タイトル達人で3曲で、平日4曲なんだ、すごいな。土日、今日祝日なんで、スポーツの日なんで、3曲ですね。まさかの木更津って4曲設定のゲーセンあるんだね。まあ、平日だけですけど。いや、面が古い、面が古い。出た、これなんか好きな曲を選ぶの、あの表示イコールモーリーファンタジー。1P も 2P も思ったよりいい、いいぞ。まあ連打事故部屋でなそうかな。ユーロキャッチャー1回マイナス100円、すごい。なんかユーロキャッチャーのとこにアイラブ木更津、あ、地元愛がありますね。珍しい景品発見。お、ここにもあった、ハローズガーデン木更津店へようこそ。ね、これいいね。つまりここに入れば、ゲットってことですね。僕が好きなのはサッカー組なので、その辺をね3個取りたいんですけど、どうかね、取れて2個、わかんないけど。おお、3個、1個だけイチゴですね。これ楽しいな、これ珍しいよ。あ、怒った。残念。あ、てかあそこにもあったわ。1,2,3,4,5,6,7、あ、7カ所か。でもあっち行かなくない？今見た感じ。むずいよね。こういうのもよくあったな。このぬいぐるみを落っことしたら、この福袋がもらえると。
ぬいぐるみは、獲得できません。これ押せないのかな。これどうだろう、いいんじゃない。あ、惜しい惜しいな、取れたかと思ったわ。あ、無理だ。他にも珍しい景品があった。これなんだと思う。なんかリンゴのライトらしい。一瞬リンゴに見えなかった、俺歯かと思ったもん。で、新入荷って書いてありますね。新入荷しました。これ初めて見たの。てか隣もそうかなと思ったら隣テレサだった。紛らわしいな。てかあのゲーセンの近くにこれ珍しいな。これとあとなんか石焼キッチンとかロッテリア、アイスクリームショップ、こっちでは見ない、フードコートですね。ドン太鼓、もうちょうど太鼓だ。であの旅といえばゲーセンだけではなく、ああいうフードコートとか変わってていいよね。まあ、ちょっと時間がないんでね、これにて終わろうと思います。でリスナーさん3人に会って、小学生だと思います。木更津本当2回しか今まで来たことなくて、あのもうセッションはできなくなったんですけど、いろいろね、トラブルとかあったわけですよ。なのでない状況であれば僕やったりとかするので、その場合は僕からね言います。さすがに3人だとちょっと時間がなかったので、僕が1人でこう交代交代で3人とやるみたいな感じでセッションしました。ありがとう。ということで、以上です。ありがとうございました。では、で右の台がこんな感じ。消毒ケースに入ってる。あ、左の台も入ってた。さっきのとこにはこの張り紙なかったね。花付け鉢を基準に。マジか、前鉢だと反応しないことがあるってことですね。ゴムは取らないでね。免停9月14。危険なので鉢を振り回したり、目に似てるな、古いな。